はい、どうもバサラです。ご視聴ありがとうございます。今日はですね、タイトルにもある通り YouTube の話になります。しかもですね、そのタイトルが、YouTube で伸びるチャンネルの作り方みたいな、本当にみたいな、それわかるんだったら自分がやるよみたいな、タイトルなんですけれども、ちょっとね、もう2年くらいね、僕もまあ YouTube やってきたので、まあその知見がね溜まってきたんで、それをちょっとね話していこうかなという感じです。で、まずこの動画を作った背景なんですけれども、先日ですね、動画の本数が300本超えて、でさらにそのタイミング、近いタイミングで、登録者も2万5000人を超えたっていうところで、まあ一つね、ちょっと節目になったので、まあ、自分なりにね、ちょっと反省会をしました。で、その反省会の時にこういろいろね、こういうとこ良かったなとか、こういう風にすれば良かったなみたいなのがあったので、まあ、2021年この末だったりとか、2022年、始めるんだったら僕はこういう風に進めていくなっていうのがなんとなくある程度、まあ、見えたので、そのことについて今日は話していきます。今日のゴールとしてはですね、まずこれ凡人の方向けです、いろんなね、天才の方とかがね、なかなかこういろんな YouTube の中にはすごいたくさんの猛者たちがいる中に、まあ、自分みたいな、まあ、普通の人っていうのは、まあ、どういう風に渡り歩いていったらいいのかっていうところをちょっと話していきます。なので、まあ、すごいお金持ちだったりとか、まあ、すごいあのかっこいい方とか綺麗な方とか、何かすごく特別な技術を持たれてる方とかに関しては、あの対象外という風な内容になります。この辺知っておけば、まあ、より効率的に進められるよっていうような、話になります。で、小手先の技術に関してはですね、すごい昔に、まあ、1000人登録を超えた時にね、こういうことをやりましたって Tips みたいなので、まあ、小手先の技術っぽいものは昔ね、あの動画としてまとめておくので、あの概要欄の方にね、そちらの方は貼っておくので、あの気になる方はそちらを見ていただいて、今日のはもう少しちょっと本質的というか、あのもう少しね、ちょっと深いあたりを話していくような、話になります。で、残念ながら今日のこの動画はですね、今チャンネルを作っている人、持ってる人で伸び悩んでる人に向けてというか、まあ、これから本当始める人向けの動画になっちゃうので、まあ、参考になるところはあるかもしれないですけれども、今やってる方を伸ばすという感じではないかなと思います。あとは撮影技術とか、まあ、編集についても、特に今回は言及しない予定です。まず最初になんですけれども、自分のチャンネルは結構伸びるという観点では失敗してるかなと思ってます。で、約2年くらいでですね、350本くらい動画を出してるんですね。それはメンバーシップの方向けだったりとか、まあ、ライブ配信とかも含めて350くらい出していて、で1本あたりの動画って僕3時間から4時間くらいかけて、動画を作ってます。もっと長い場合もありますし、もっと短い場合もありますけれども、だいたい3、4時間くらいっていう風に、かかってます。で、それをですね、僕350本ぐらいやってるってことは、まあ例えば3時間であったとしても、僕1000時間超えてこの動画というかこのチャンネル運営してるんですね。なので、その2万5000人とか聞くとすごいなって思われる方もいるかもしれないですけど、僕もう1000時間もかけてるんで、あのそれだけやったら伸びますというか登録者それなりにまあ増えますよっていうような感じですね。で、コツコツやった結果、まあ2万5000人やっと到達したっていうような感じであって、でこの伸びるとかっていう点に関してはちょっと失敗しているなと思ってます。ただこの1000時間に関しては、僕ね、すごく幸せに使えた1000時間なので、あの別にね、不幸だったとか、もうそれが嫌だったっていうことは全然なくて、ただまあ効率は悪かったなと思ってます。はい、今日のアジェンダはね、こういうような感じになっています。まず最初に一つ目なんですけれども、 YouTube を始める前のリサーチについてです。リサーチなんですけれども、皆さんやってますか？はい、僕はですね、このチャンネル開設する前にリサーチは一切やってないです。はい。なので、ここはね、非常に反省点だったなと思ってます。僕のジャンルはですね、まあ、ガジェットのレビューなんですが、ここもね、もう少しちょっと市場の調査をしとけばよかったなと思っていて、まあ僕はね、そのガジェットのレビューってなると日本の人だと、まあ瀬戸康史さんぐらいしかちょっと見てなくて、まあ152万人ぐらい登録いるんだったら、おお、全然めっちゃあるやんって思って、まあ軽く始めちゃったんですが、実際瀬戸康史さんっていうのはガジェットのレビュー以外に、あの寸劇の面白さみたいなところの、まあ、掛け合わせを持ってる方なんですよね。なので単純にガジェットのレビューだけ単体でやられてる方のやっぱりトップ層の方っていうのは、やっぱり30万くらいがやっぱりちょっと限界値だったのかなっていうのはちょっと思っていて、ちょっと伸びづらい分野のところに僕は少しちょっと投資をしてしまったなっていうところがあって、この最初のリサーチっていうのが、まあ、めちゃくちゃ重要になります。このリサーチというか、 YouTube を始める前に一番やっちゃいけないなと思ってることが一つありまして、それは、他の動画を見てこれなら自分でもできるなっていうので始めるんですよ。
始めちゃうパターンです。なんでこれがいけないかというとですね、例えばその動画をですね、すごい探して見つけた動画ならまだいいんですけれども、そうじゃなくて多分自然に YouTube 見てた時にパッと目に入ったような動画っていうのはすでに再生もされてて、もうトレンドとしてはもうピークかもうダウントレンドになってしまっている動画になります。なので後から始めたとしても自分がもう追いつかない可能性の方が多分高いんですよね。でさらにですね、それを見てるのはあなた以外の競合の方もたくさん見てるので、すでにレッドオーシャンになる可能性がめちゃめちゃ高いです。であと考えていただきたいのは、100万人の登録者のいらっしゃる A さんが、まあ、例えばそのメントスコーラでいいんですけど、じゃあヒカキンさんがメントスコーラをやるのと、何の知らない登録者も0人の方がメントスコーラをやったってもう何の意味もないんですよ。そのバックグラウンドの違いっていうのが、まあ見てるだけだと分かんなかったりするんですよね。あとは憧れで始めるのも結構良くないかなと思ってて、僕もその MKBHD さんに憧れてこのガジェットのレビューをなんとなくで始めちゃったんですけれども、これも結果として、まあ、やっぱ伸びづらいっちゃ伸びづらいのかなっていうのはちょっと思ってます。もうちょっと、自分なりの調査っていうのをやっぱするべきだったなっていうのは今でも思ってます。なのでこの事前にね、しっかりリサーチしなきゃいけないなっていうふうに思います。じゃあどう調べるのかっていうとこなんですが、まあ、これは簡単で、まあ、伸びてる動画を単純に探すっていうところになります。じゃあ伸びてる動画どこにあるのってなるんですけれども、そういった時にね出てくるのが、ほら急上昇を見ればいいじゃんっていうのがあるんですが、これは絶対ダメです。なんで急上昇がダメかというとですね、これもさっき言った通りね、もうすでにピークのものかダウントレンドのものしかこの急上昇にもう入んないんですよね。であとは結構再現性が低い可能性とかもあって、まあ、やられてる方がすでに芸能人だったりとか、もうすごい有名な YouTuber の方とかがもうやっているっていうような状態だと、なかなか凡人ではですね追いつくのは厳しいと思います。じゃあ伸びてる動画っていうのは何なのかっていうところなんですが、これは登録者が少ないのにやたら再生されてる動画っていうのが、まあ、あったりするんですよ。たまに登録者が、まあ、1000人にも満たないのに、まあ、数万回再生されている動画とかっていうのがたまにポコッとあったりするんですね。それが要はまだニッチな層というか、まだ見られてない、まだ発見されてない、ところだったりするので、まず自分の興味のある分野でそういう風に登録者が少ないんですけども、バカみたく再生されている動画っていうのをまず探してください。でこれを見つけたらですね、どういうサムネだったのかっていうところと、自分が発見した時に例えば検索ワードとかを多分入れたりすると思うんですが、どういう検索ワードで引っかかってそのチャンネルがにたどり着いたのか、その動画にたどり着いたのかっていうところをきっちりちょっとメモしておくと後々役に立ちます。で見つけた中からですね、さらにその中で興味があって、で再現性がある物っていうのを、まあ、見つけてください。そもそも興味がないとですね、そもそも動画続けられないっていうのと、あの再現性がなかったら動画が作れないので、この2つのポイントはね結構非常に重要かなと思います。その方もきっとその分野でまた動画を出していくっていう可能性があるので、必ず後追いになります。自分がこの人に勝てるっていう要素がないと、あの絶対負けちゃうんですね。なので、まあ、負けるかもしくは住み分けができるかっていう観点で、一回自分のそのスペックというか、自分がやろうとしていることとこの方のチャンネルとの比較みたいなところを、してみるとよりいいと思います。でこの時点で勝てないと思ったら、もう一回リサーチを始める方がいいと思いますね。はい、続いて今日の2つ目のトピックスです。チャンネル設計になります。まあ、このあたりね、まあ、自分はね全然グダグダですし、例えば僕のトップページ見ていただくと分かるんですが、まだね、あの昔ハワイに行った時にあのドローン飛ばしてたんですけど、そのハワイに行った時にあの撮った写真がまだトップ画像に僕あるんですけど、そのあたりのね、あのチャンネル設計みたいなことはしっかりやってから、チャンネル始める方がいいと思いますね。でまずはですね、サムネのパターンみたいなのをご自身で作った方がいいです。このサムネっていうのがやっぱりね一番重要ですね。まあ、ぶっちゃけ動画の中身よりもサムネの方が僕は重要だと思ってます。でサムネがもし作れないんだとしたら、もうフォトショーを勉強するとか、まあ、そこら辺の、まあ、デザイン系ツールを、まあ、何か使って、キャンバとかでもいいんですけれども、あ、何かそこら辺を使って自分なりにこのサムネをね、あの作れるっていうのを少し勉強する方がいいかなと思いますね。とりあえずですね、ダサくてもいいので、まあ、視認性を高いあのサムネの方が絶対いいです。でこのあたりは僕ね、サムネがもうほんとひどいんですよ。僕のサムネは全然ダメなので、僕はもう本当に参考しないでください。もう一つ重要なのが、まあ、個性をある程度入れた方がいいです。これ無個性だとですね、完全に楽にパクれるんですよ。なんか例えばその例えばこうデジタル的な音声ですね、まあ、ゆっくり解説みたいなのとかいろいろあると思うんですが、ああいうのってまあすぐパクれるんですよ。自分の声を出さなくていいし、自分のパーソナルを出さなくていいんで、まあ、楽かなと思うんですが、そう思うと他の人も真似がすぐできちゃうんですよね。
はい、なので、まあ、顔出しは必須ではないんですけれども、例えば自分の声は入れるとか、何か自分のもの入れないと、まあ、すぐ簡単にパクれちゃうってとこがあります。あとはですね、更新頻度とかもこの時点でちょっと考えておいた方がいいです。自分がね、無理ないスケジュールでどうやって出せるのかっていうのをやっぱ考えておかないと、やっぱり不定期に動画出すみたいなのになっちゃうので、あの、僕はね、もうほんとそこら辺全然考えてなかったんで、ほんと不定期で、まあ、空いた時間でポコポコやろうかな、みたいな感じになってたんで、まあ、良くなかったなと思ってます。あとは動画のネタをですね、10本からもう12本、もう先に考えておくっていうのも重要かなっていうとこですね。まあ、そもそもそこのアイディアが出ないんだとすると、自分に合ってない可能性があるので、10本から12本は、まあ、ネタが出るように、ネタを先に出しておくっていうのがいいかなと思います。自分の場合はですね、常にまあ20個ぐらいネタはまあストックしているような状態ですね。あとはまあ、編集のこととかもね、この時点で考えた方がいいです。後から学んでくってなると結構大変なので、まあ、僕もね、事前に結構勉強してたりとかしました。次に軸はどうするかってところですね。まあ、興味のある分野ってところがまあ軸なんですけれども、まあ、その中でどういうところがやっぱりポイントになるのかっていうところをしっかり考えておいた方がいいですね。まあ、自分の場合はガジェットっていうところになってるんですが、まあ、ガジェットの中でもね、ほんとアップル製品だけみたいなのに、やっぱ特にアップル製品というか Mac ですねだけみたいになっちゃってるんで、まあ、今ちょっとそこは僕の悩みだったりはしますね。はい、次になります。設計が終わったので、まあ、動画を出したりとか、あとここから1000人を超えるまでっていうところの話題になります。まずですね、考えた10本から12本のネタを、まあ、1ヶ月ぐらいで作って動画をバーッと出してみてください。で、その中でですね、もう手応えがなかったら、もうそのチャンネルは捨てちゃった方がいいと思います。その市場と合ってないとか、まあ、自分と合ってないとか、まあ、技術力が足らないとか、あとはリサーチ不足だったりすると思うんですが、もうその時点で12本出して、まあ、ちょっとうまくいってないな、なんかすごい1000回再生するとかっていうのも全然ないなみたいな風になった場合には、多分ほんとこの4つのうちのどれかがやっぱ欠けちゃってるので、一旦もうこのチャンネル捨てちゃう方がいいと思います。まあ、後から伸びるってこともあるので、まあ、次のものに手を出してる時にこれが後から再生されても、ただまあそれに返ってくればいいだけなので、はい、一旦次のものに手を出す方が僕はいいかなと思います。で、これをですね、手応えがあるまでやった方がいいです。もう一回リサーチをして、自分の興味のある分野やって、10個ぐらいネタを出して、でまた動画を10本ぐらい出してみて、うまくいくのかいかないのかっていうのを繰り返していくたびに、まあ、こういう方がウケるんだとか、自分はこういう動画の方が合ってるんだみたいなことの精度がだんだんぴったり合ってくるんですよ。はい、なのでそれをやっぱちょっと繰り返した方が僕はいいかなと思います。登録者1000人までで大切なこととしてはですね、まあ、検索を意識しないと、まあ、まず無理です。 YouTube の動画の、中心としてはですね、ホームから来てくれるのと、あと他の方の動画の、まあ、関連動画っていうね、横に出てくるその関連動画がまあ中心なんですが、最初始めた段階、再生数0回の状態だと、まあ、おすすめにも載らないし、関連動画にもなかなか載りづらいので、まず最初に来てもらうのは検索だと思います。なので、ここで最初に言ったどうやってさっきのね、チャンネルを見つけたのかっていうところが重要になってきて、そこのですね、最初に見つけたその動線と同じようにたどり着けるように、その検索流入を意識した動画のタイトル作りみたいなことをやっていきます。あとはサムネを工夫する感じですね。その前のチャンネル、そこの調べた時に出てきたそのチャンネルの、なぜそれをあなたはクリックしたのか、どうしてそれをクリックしたくなったのかっていうところをしっかり分析して、それ以外にもこういうチャンネルのこういうサムネはクリックしちゃうなっていうところを分析して、それに合わせた感じでサムネイルを作るのがいいです。まあ、とはいえね、僕ここのね、サムネのところはね、あんまりできてないので、あんまり人のこと言えないんですけれども、まあ、自分の反省としてね、反省としてこういうのを言ってます。はい、次ですね、登録者1000人以降から意識すべきところです。はい、登録者1000人になってくるとですね、ここから収益が入ってくるので、結構ね、まあ、ノリノリというか、あ、なんか YouTube やってんなっていう気持ちになって、結構ね、あの、気持ちが高まってくる時期です。なんですけど、ここら辺でね、その自分の軸がだんだんブレてくるんですよ。まあ、僕も本当その時期ブレてました。あと、ちょっと長くやってるんで、ちょっとコンテンツが変わってくるっていうこともあったりとかします。例えばここで出してる例としては、例えばイカゲームの解説の、チャンネルを作りましたと。ところがイカゲームが終わってしまって、で、まあ、終わっちゃったんですけれども、ちょっとずつね、まだイカゲームのその過去のトピックみたいなのとかをやって、あの、実はこの伏線回収はこういうのだったみたいなとかをわーっとやってって、ただそれでもやっぱりネタ切れがやっぱ起きちゃって、
ってでその瞬間に例えば違うドラマの解説をやっちゃうとそれは全然再生されないんですね。なんでかっていうとこのチャンネルに集まったのはあくまでイカゲームをの解説を知りたい人が集まってるんであって他の別のドラマの解説されてもいやーみたいな感じにはなっちゃうのでこのあたりのそのコンテンツが変わる瞬間っていうのが結構難しくて軸がブレちゃう瞬間かなっていうのはありますね。で個人的にはですねもうこのイカゲームが先細りになってってもうダメになったなと思ったらもう別のチャンネルそこでノウハウは溜まったので今度は別のドラマでの解説チャンネルを立てる方が僕はいいと思います。ここら辺はね、ほんと僕もね、軸は結構ブレまくってて、まあカメラの動画出したりとかね、まあ Mac の動画出したりとか、まあいろんな僕ガジェットのレビューをするので、まあ視聴者としてはね、あのね、結構見づらいと思うんですよ、僕のチャンネル。そう、Apple だけ出してくれてればいいのに、なんかもういろんなガジェットかやりすぎじゃないっていうのを、まあちょっと思われてるだろうなとはちょっと思ってて、このあたりのね、やっぱりね、軸をやっぱりブレてるな、ガジェットっていうところで離れてないかもしれないですけど、まあちょっとやっぱね、見づらいような自分のチャンネルっていうのはちょっと思ってますね。であとはですね、まあ、ヒットがこの辺りとかって出たりとかするんですよ。数万回再生されたりとかってあるんですけれども、この1本で喜ばないことですね。このヒットっていうのは出し続けないといけないんですよ。この1本出たからってなんとかなるわけじゃなくて、もうずーっとこれを出し続け、コンスタントに出し続けなきゃいけない。で僕2021年ってヒットってほとんどないんですよ。2020年は結構あったんですね。まあ、25万再生するとかっていうのが、まあ、いくつかポコポコ出てきたんですけれども本当に今年僕ヒットが出せなくて、まあ、本当ダメでしたね。ダメダメだったなと、思ってるんで、まあ、来年もっと頑張んなきゃなとは思いつつもうーん難しいなとはちょっと思ってますね。なので、まあ、ヒットが1本出たからといって自分は安泰だとか、まあ、そこはね、まあ、ちょっと浮かれたりとかせずにやっぱり引き続き気を引き締めてやっていかないといけないだろうなと思ってます。で次ですね、まあ、めちゃくちゃ重要なところなんですけれども、ユーザーが見たいものを作らないといけないです。これ当然じゃないっていうふうに思うかもしれないですけれども、だんだんですねこういうの自分が好きだから動画出してみようっていう気持ちが出てくるんですよ。でこれはもう僕もめちゃめちゃ出てます。自分が出してみたいから、例えば僕プログラミングの動画とかも出したんですけど、それって僕が言いたいことをこのチャンネルで急に言ったんですよ。でこのチャンネルってガジェットのレビューなのに急にプログラミングの話とかしちゃってて、なんかなんだろうなっていう、その全体的にはずれてないとは思いつつも、それ広くやったらずれてないですけども急だなっていう感じがすごいしたんですね。ここら辺のその自分が出したい動画を出しちゃうっていう気持ち、出したいっていう気持ちと視聴者が見たいって気持ちをちゃんと客観的に見れないと結構ダメかなっていうのが本当に思ってるし、まあ、僕が本当にできないところだなと思ってます。例えるならですね、まあ、ヒカキンさんは今年齢がね、あのウィキペディアで見たら32歳って出てたんですよ。で最近のね動画を見たらクリスタルピカチュウを買ったっていうのとか、あと飛び箱20段飛んでみたみたいな、動画があるんですけれども、あの32歳になってクリスタルピカチュウ買いたくないんですよ。絶対に絶対欲しいって聞いたら絶対欲しくないって言われると思うんですよ。で飛び箱20段も飛びたかったって言ったら多分飛びたくなかったはずなんですよ。絶対飛びたくないと思うんですよね僕は。でもなんでやってるのかって言ったら視聴者が笑ってくれるからとか視聴者が面白いから、まあ、頑張ってやってくれてるんだと僕は思うんですよね。なんでヒカキンさんのようなね日本のトップ層の方でさえその自分のねための動画ではなくて視聴者のための動画を作ってるのにこう我々がねあのわがままを言ってちゃいけないなっていうのは、まあ、非常にあの日々思います。やっぱり自分の動画をしっかりユーザーとなってみるっていうのはすごく大切だなっていうのは、まあ、改めて思いますね。はい、次のポイントなんですが、重要な部分にリソースを当ててください。動画のパフォーマンスっていうのは大体僕はここら辺が重要かなと思っていて、動画で扱うトピックスがまず一番重要です。その次に重要なのが動画のタイトルとかサムネイルですね。ここが重要になって、その次が多分動画の内容で、まあ随分下がって高評価とかコメント数みたいな、ところがチャンネルが再生されるための、まあ、重要なねファクターだったりするかなっていうふうに思ってます。例えば動画の内容がめちゃめちゃ良かったとしてもサムネイルとかタイトルが悪くて、さらに扱ってるトピックスが悪かったとしたら、まあ、どんだけ技術力があってどんだけ編集がうまかったとしてもまあ再生されないわけですよ。たとえ動画の内容とか質が悪かったとしても、例えば iPhone で撮っちゃってるとか、まあ、マイクの音がボーボー入っちゃってるみたいなところがあったとしても、例えばそのサムネイルが良かったりとか使っているトピックスがすごい良かったりすれば再生は必ずされます。なので重要なところのその最初の2つにやっぱりちゃんとリソースを当てた方がいいですね。なんかよく言われるのがサムネイルをまず作ってから、動画を作るっていうのが、まあ、結構あったりとか
するレベルで、まず本当にサムネイルかなというとこですね。で、自分の場合はやっぱり動画のね質とか、まあ、内容とかのところにこだわっちゃって、まあいろいろ B ロール撮ってみてわーってやってるので、まあ、僕自身は楽しいんですよ。僕自身は楽しいですけれども、本当ならそこにリソース割くよりは、本当はもうちょっとしっかりサムネイルのその品質を高めたりとか、もうちょっとタイトル付けをちゃんとね、したりする方が本当はいいよねっていうのは、思いつつもできてないっていう、ところです。今日のまとめなんですが、まずリサーチすることと設計のところが、まあ、非常にその伸びるチャンネル、効率的に伸ばす、チャンネルを作る上では非常に重要になってくるかなと思います。で、やっちゃいけないのは他の人の動画を見てこれなら自分でもできるわっていうので始めちゃうやつですね。で、やっぱドライに考えた方が良くて、まあ、手応えがなければやっぱりもうやめちゃっていいかなと思いますね。ある程度そのファンがついちゃってるっていうのはあるかもしれないですけども、始めたばっかなので、はい、特に見られてないんだったらもうすぐやめて次のトピックスでチャンネルを作るみたいな感じで作ってやめて作ってやめてっていう方が、まあ僕はいいかなと思います。最初の頃はやっぱり検索を意識した方がいいです。あとは軸をぶらさないっていうところもとても重要になります。で、自分がやりたいことじゃなくてユーザーが求めてる動画を必ず意識しないといけないですね。まあ僕もできてない、僕もできてない。で、動画の内容とか質じゃなくて、まあサムネイルとかタイトルとか扱うトピックスみたいな、そこにまず焦点を当てて動画を作っていくのがいいかなというふうに思います。はい、いかがだったでしょうか。今日はね、もう完全 YouTube の話っていうところで、これこそね本当に、まあ、ユーザーをね本当置いてきぼりに、まあね、しちゃってるような内容になっちゃってんなとはちょっと思いつつも、まあね、自分なりにちょっと反省をしたので、もうその反省をどっかで話したかったっていうそう、やっぱほらこれやりたい動画を出しちゃってるとこなんですけど、はい、なんですが、まあ、少しでもね、そのこれから YouTube を始める人、まあ、2021年になって YouTube 始めるかなとか、2022年に始めてみようかなって思ってる人に、まあ、少しでもね、もう2年、まあ、先輩というところもあるので、そういったところでね、ちょっと少しでも成功する人が、まあ、増えたらいいなと思って、まあ、動画をちょっと作ってみました。まあ、少しでもね、参考になればなというふうに思ってます。まあ、何かあれば、コメント欄に書いていただければ、僕の分かる範囲だったら、答えようかなと思いますので、何かあれば、よろしくお願いいたします。今日の動画が面白かったという方はぜひグッドボタンを押していただいてですね、チャンネル登録していただけると、僕のモチベーションにつながるのでぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん次の動画でバイバーイ。